それでは時間になりましたので始めさせていただきます。株式会社アリウープ柏岡有限会社アリウープすいません、柏岡様による初心者用セッションです。よろしくお願いします。おはようございます。有限会社アリウープの柏岡です。よろしくお願いします。PHP カンファレンスで大体だんだんコードになっていってるんですけども、かたくなに初心者セッションを守り続けてずっと続けています。で一応今回は、ざっと PHP の歴史みたいなところから、大体 PHP 5.4 の話もちらっとってちょっと盛りだくさんな内容でいきたいと思うので、駆け足で始めたいと思います。でよろしくお願いします。で、まあ、簡単に自分の会社の説明ですけど、有限会社アリウープと申します。で、まあウェブアプリを開発し中心とした開発を行っていて、場所は、大体港区の芝です。で田町と浜松町の間ぐらいなので、来るときはまあ近い方から来てください。でなんかFacebook のチェックインとかをすると、今震災に100円寄付みたいなクーポンやってるんで、前通っただけでもぜひチェックインしてみてください。で、港区の芝はだいたい芝エビの芝って覚えておいてもらえればだいたいいいかなと思います。で、主に、まあ、ウェブアプリの開発をやってるんですけども、コンサルティングとか、ソーシャルマーケティング、セミナー事業みたいなことを行っていますとか言ってますけれども、まあ大体はなんかこんな感じの仕事をよくやってて、火消し案件ばっかりっていうことで、急激になんかシステムが動かなくなったんですけどとか、担当者が倒れちゃったんですけどとか、前作ったコードがわからないみたいな、そういう話がなぜかよく来て、土曜とか日曜の夜中に出ていくみたいなことがあります。で、まあ、基本的にはどんな案件にもポジティブに対応します。で、まあ、さっきも間違えちゃったんですけど、検索で株式会社アリウープってやると違う会社出ちゃうんで、SEO 的にあんまり全く力入れてないんですけど、ぜひ有限会社アリウープって入れて検索してください。でどんな案件にもポジティブに、うちの方対応させていただきますのでよろしくお願いします。で早速、今日のアジェンダの方は、PHP の、話から、歴史からだいたいまあちょっとざっくり概要をなめていきたいと思います。よろしくお願いします。で学び方みたいなところも触れられたらなと。で歴史の方も行こうと思います。で PHP の誕生、だいたいそうですね、1994年ぐらいに、まあ、最初パーソナルホームページ、ツールということで、それで PHP ツールズということで公開されてます。で1995年の4月なんで、もうかれこれ、どんぐらいますかね、ずいぶん名前になっちゃいますね。で、開発したのがラスムスさんという方で、3年前ぐらいには PHP カンファレンスの方にも一度いらして、まあ、実際講演もされています。でまあ、元々は、ここにもありますけど、オンラインで公開している経歴書のなんかアクセス履歴を調べるために、まあ、作り始めたということで、まあ、で始めの時から比較的ウェブを意識した言語になっています。で、まあ、PHP って言いますけど、この頃のは、パーソナルホームページツールズを略して PHP ツールズって言ってたのが、まあ、PHP の始まりになります。でまあ、その当時は CGI のバイナリー群で、C 言語で記述されていました。で、まあ、この後に FI っていうフォームスインタラプターっていうものができまして、まあ、よりちょっと今の方に近づいてくると。で、まあ、何の特徴があるかっていうと、このまあセカンドバージョンぐらいの時は、パール風の変数ですとか、あとフォームの編集の自動取得で、あと HTML に埋め込むっていうことで、まさに今の PHP の原型になってきます。でここら辺で、パールや C の経験者が利用しやすいようになっていきました。で、まあ、この PHPFI っていうのは1996年の4月に、出まして、急激にこの頃、世界的なシェアを伸ばしていきます。でまあここで今皆さん普通に使われているデータベースとの連携機能、のようなものも出まして、あとはそうですね、ウェブ使う上ですごい非常に重要だとは思うのがクッキーのサポートで、クッキーサポートすることによってセッションとかが、まあ、できるようになっていったと。でまあその頃の最初のコードがどんなのかっていうと、まあ、これちょっと小さいので見にくいかもしれないですけど、
なんか、HTML のコメントみたいな感じで、まあ、最初上の方で、まあ、インクルードテクストヘッダー .html とで、まあ、その下で getenv で http ユーザーエージェントみたいな、まあ、今もユーザーエージェント取る関数あると思うんですけど、なんかほぼなんかなんとなくこれブログのまあテンプレートでワードプレスのテンプレートなんか結構こんな感じだと思うんですけど、もうほとんどこのバージョンの頃からまあ今の PHP の原型ができていたと。で1998年にまあ大々的にこう PHP3 っていうのが出てきます。でここら辺から多分 PHP の人口が一気に増えてきたところかなと思いますけど、このまあ写真に出ている2人でアンディとジーブっていう人が加わり、よりこうパワフルな PHP に生まれ変わった。で、ジーブさんの方も、第3回4回目ぐらいの時に、カンファレンス実際に来て、まあ、実際に講演の方もしています。今年はちょっと海外のゲストとかいないんですけれども、 PHP カンファレンスに来ると時々なんかビッグゲストとかに会えるって、まあ、一緒に写真撮ったりとかもできますんで。でまず2000年、もう2000年になると、まあ、ちょうど今 PHP ユーザー会とかっていう形でこうカンファレンスとかやらせてもらってるんですけど、日本の PHP ユーザー会ができたのがちょうど2000年ぐらいになります。でちょうどその頃は、まあ、まさに PHP4 っていうものが注目されていて、まあそうですね、 PHP4 は皆さん多分結構使っていた方もいるかと思います。まあ、3から4に行くとき、4から5に行くときって結構やっぱ移行は手間がかかってしまうところはあったかなとは思いますが、まあ、順調に、まあ使用する人口を伸ばしていったかなと。ただまあ4の間がすごい長くて、まあ、2000年ぐらいにはずっとマイナーバージョンのアップデートが続いていきます。で PHP 自身は、発展しないんですけども、この頃フレームワークが、まあ、まあ続々となんか、開発されていく時代です。で、まあ、2004年になると、まあ、もっと今皆さん多分使われてると思いますけど、元はモハビから行って、大体日本勢のメープルとかエスナとかっていうところ行ったんですけど、まあ、ここに出ているような次の世代のまあケーク PHP だとか、あとはゼンドフレームワーク、シンフォニー、まあ、このイグナイターっていったのがちょうど出始めたのがこのくらいです。で2008年になると、もう一個進んだマイクロフレームワークみたいなのが出始めます。でここら辺になると使ってる人と使ってない人と、増えてくると思うんですけど、僕もそんなに使ってない側なんですけど、まあ、最近よく聞くのだと FuelPHP とかサイレックスとかリチウムとか、そこら辺が、まあ、結構聞いてて、この一番初めのやつは読み方は最初分かんなかったんですけど、 EE って読むらしいです。で全然使ったことないんですけど、比較的最近人気が出てます。で、まあ、それぞれの、まあ、ケークとシンフォニーとコードイグナイターとかで、まあ、あと E と全のフレームワークとかのちょっとこれ Google のトレンドで見てみたところ、有名どころケークとか、コードイグナイター、シンフォニーとかは比較的こう、まあ、横ばいなんですけども、まあ、マイクロフレームワークの E とかも結構上がってきてるんで、まあ、実際なんか使い始めてるところもあるんで、まあ、ぜひこの機会に、マイクロフレームワークというものもなんか手を出してみてもいいかなと思っています。で、PHP5 になるんですけれども、 PHP5 が非常に長くて、いつまでも PHP5 の時代でした。でまあ、なんか 5.0 が出たのがもうこれで見てみると2004年ですごい昔で、10年以上も5のバージョンで行っちゃっていいのかなみたいな、10年ぐらい行っていいのかなって感じですけど、全然ずっとなかなか6が出ないです。で6出そう出そうって言ってるんですけど、なんか結構足踏みしちゃって、 5.3 に至っては10とかもうちょい10点いくつか出てると思います。で、まあ、去年の多分 PHP カンファレンスもそうだったんですけど、そろそろ PHP6 がとか思いきや PHP5.4 がもうほぼ、まあ、PHP6 じゃないかって言われるようなメジャーバージョンアップで、まあ、先ほど出てきた、アンディさんのツイッターの書き込みでも、もうこれはすごいでかいマイルストーンだから、もうほぼ6だぜみたいな雰囲気になってます。なんで、まあ、ちょっと6いつ出んの6いつ出んのっていうのは、まあ諦めてもう 5.4 でいっちゃおうかなっていうのが、まあ正しいなんか PHP の扱いかなって。で PHP5.4、まあ、どんな機能があるかっていうのをざっくりですけど、新しくなったとこ、配列が今までと今までにプラスして便利になりました。で、まあ、配列の書き方はこんな感じができるよっていうことで、僕は結構 PHP ばっかりやってるんで、あんまりこれがスッキリしてるっていう感じはしないんですけど、他の言語やってる人だとこっちの方がスッキリしてるっていう書き方のようです。で出力の時はこんな感じでやると絵が出ると。で例えばあの関数の返り値のところにも配列が使用できて、その配列の時はなんか非常にこう使いやすくなるんで、プログラムの可読性が上がってくるんじゃないかと。
でトライツもうこっちの方も、今までから、クラスは結構 PHP は貧弱であったんですけど、トライツすることによってこう横串でなんか、挙動をコントロールすることができます。で、まあ、実際にスクラッチでなんか自分で作ることって比較的、最近フレームワークとかそれこそ前線になってきて少ないのかもしれませんが、こんな感じで書けます。でトライズを書くことによってそのクラス同士のところの横串の関係だ、継承の縦の関係じゃなくて横の関係も使えるようになります。で実際に、使われる方はなんか、なんか例えばフレームワーク作る人とかのなんかすごい便利かなと思います。あと自分で自分の会社の、マイクロフレームワーク作ったりとか、CMS 作ったりっていう時もトライズを使うことによってなんか流用性の高いものができます。であとちょっとなんか簡単に試せるのがビルトインサーバーで、アパッチをインストールしないと PHP って動かなかったんですけど、アパッチインストールなしに、まあ、簡単な動作検証ができるようになります。でもコマンドで叩くだけで PHP の動作結果が見れるので、であとはそうですね、ショートタグがこれ、先ほど出てきたラスムスさんの強力なプッシュにより入ったらしくて、古いなんか PHP のソースだと右ダイナリクエスチョンのイコールっていうようなソースいっぱいあるんですけど、これがなんか、デフォルトで使えるようになりました。で何がいいかっていうと、よく XML のバージョンを書こうとするとこれ間違えてショートタグで勝手に PHP って判断ここのところとかよくされてた時があるんですけど、それもあのちゃんと XML の判定をしてくれるようになったので、XML 混在の環境とか PHP の環境だとすごい便利になります。で逆になくなるものもあります。でなんかセーフモードで、セーフモードって実はなんかすごい安全にやってくれるかなと思ったら、どっちかっていうとレンタルサーバーの使ってる人とかレンタルサーバー会社とかがまあまあ使うと実は便利な機能だったんで、みんなセーフモードセーフモードっていうとこれ入れとけばいいかなと思ってたので、まあいっそ勘違いもあるのでなくしてしまおうと。であとなんかよく出るのがレジスタグローバルで、まあ1個の変数を書くと他のスクリプトのいろんなところから呼び出してもいけるんですけど、まあセキュリティリスクになるっていうことで、ここら辺はなくなっています。だから古いソースを利用する場合はちょっとそこら辺のところも、うーん、今までと移行するの注意が載ってますんで、おっと気をつけてください。あーこれどっか行っちゃったな。よし、でなんかそこで PHP の新しい機能ないかなって言ったら、あの先ほどメインの方で、セッションやっていたあの広川さんに聞いたところ、あの MB ストリング関係がすごい伸びてるんで、まあぜひなんか使ってみてくださいと。でまたなんかちょっと どんな感じですかって言ったら、まあ一番下があるんですけど、新青マンモス本を読んでくれって言ったんで、PHP 5.4 の新機能はまあちょっと古いかもしれないですけど、マンモス本の方をぜひ読んでください。で今日あの書店が出てるんで、あの著者の人も何人かいます。で一応僕の本も置いてあるかどうか分かんないですけど、まあ帰りにお立ち寄りぜひください。で広川さんとそこ質問答えてくれてありがとうということで、で PHP の学び方、どっちかというと今日初心者セッションなので、ここら辺を厚めに本当はやった方がいいのかなと思ってますけど、もうとりあえずでも今日そうそうたるメンバーがあちこちで喋ってるので、まあ、ここはあくまでも僕の個人的な考えとして聞いてください。でなんか後でセッション終わった後も一応うち端っこの方でブースを出してたりしますけど、まあ会場もうろうろしてるんで、僕捕まえてどんな風に勉強したらいいですかとか、そういうの全然聞いてもらって結構なので、何分までやるんでしたっけ僕15分までありますね。了解です。で、初級で学び方の初級どうしたらいいかなっていうのをちょっと考えてみました。で php.net ってご存知ですか？ご存知の方はちょっと挙手をお願いします。お3分の1ぐらいですね。で、まあ、php.net ってそのまま URL に打っていただくと、PHP の、まあ、本家って言われてる、PHP のサイトに飛びます。でそこに、非常にすごい有益な情報がいっぱいあって、僕もそうなんですけど、ここでマニュアルがまずあります。でマニュアルの日本語化は、今日も いっぱい来ている、有志の方々が翻訳してくれていて、 PHP の関数、関数を引くと、漏れなく、どんな感じでそれが使えるかっていうのが出ています。でじゃあ実際にちょっと、これですね、これが php.net のサイトになります。もう絶対もう PHP やる人だったらここはブックマークしとくか、すぐ打ってください。でドキュメンテーションのところに、
ここに行くと、まあ、日本語設定してれば一発で出るんですけど、ない場合は日本語にして、でここでマニュアルがあって、もうなんか一冊どころの本じゃない感じであります。で一番最初はもうここら辺から順番に行ってもらって、簡易チュートリアルで、ここやっていくと順番に、まあ、インストールどうするっていうような話から、どんな感じで使えるよっていうのが、順々に説明されています。でただ最近はもうサーバーに PHP 自身インストールされていることが多いので、まあ、その場合はインストールとかいうのを飛ばして学ぶことができると思います。でじゃあ実際に関数とかを調べるのはどうしたらいいかということで、例えばそうですね、この右上の検索窓のところに入れてもらって、そうすると説明が出ます。で、いいのがここの説明ではこの関数の引数の形で、もっとこの下行くとそのパラメータ実際どういうのをやるかで、その下に例が出てくるんですね。でこの例入れると、まあ、それぞれの関数の便利な使い方を、なんかサンプルして、まあ、エコなんであまりいろんなパターンはないんですけど、もう関数でわからないのがあったらとりあえずここで調べると、であと下の方にその参考になる似たような関数ですとかそういうのがあるんで、例えばまあホワイルですとかホーとかを調べた時にどっちがより便利なのかとか、どっちがより適しているのかっていうのはここのサイトを見てください。でなんかその下に一応外国人の人が多いんですけど、なんかこの関数ってさこんな感じで使おうよとか、これで使うともっと便利だよみたいなのもあって、まあ、英語のところ読み飛ばしてもソースコードのところだけ見ても結構参考になるんじゃないかと思います。で隠れ機能なんですけど、ここのところに小ソースって言って、隠れ機能っていうほどでもないんですけど、この小ソースを押すと何が出るかっていうと、このページのソースが出ます。php.net のソースってどうなってんだろうっていうと、これすごいね、なんか多分今時のコードではない感じなんですよね。なんかアライとかでなんか普通にここら辺にどんどん入ってきちゃってて、こんな感じって言うんですけど、なんかひょっとするとその php ってこんな風に書くのがいいのかなと思ったりして、で html とかガンガンに出てきたりするっていう、でなんか面白いんでそこら辺も見てください。でもうちょっとあれだと、はい、よし。で、次中級、中級はどんな風にするのがいいのかっていうのをいきたいと思います。あれ初級抜いてましたっけ？あ、あったな。で、まあ、今 php.net の説明したんですけど、あとちょうど向こう側で今日ワードキャンプやってるんですけど、ワードプレスとかの多分カスタマイズとかやるのが一番早いかな。で、まあ、プラグイン作るまではいかなくても、とりあえずインデックス PHP 見てみるとか、ページ PHP 見てみたときに、どんな風に表示されてるのかなって、5件出てるのを3件にしようかなっていうカスタマイズとかやってみると、まあ別になんか自分のサーバーだったらいくらやっても問題ないんで、ぜひやってみてください。でも一番勉強なのはやっぱ問い合わせフォームだと思うんで、ご自分のサーバーがあれば問い合わせフォーム作って、じゃあ名前を入力する、メールを入力する、じゃあそれ OK だったら実際メールを飛ばす。でそこから先はどんだけ、例えばセキュリティチェック入れて、メールアドレスの形式じゃなければエラーを出す、でもエラーを出すのも例えば JQuery で出す、 JavaScript で出させて、いろいろ広がると思います。でまず問い合わせフォームが作れればもう初級かなと。であとはフレームワーク、先ほど出てきた CakePHP とかシンフォニーとかが、まあ、ブログを作るとか、そういうチュートリアルがあります。で順番にやっていくと、そのフレームワークの便利な使い方が分かるようになっているので、なんかこれだって決めたフレームワークがあればぜひなんかそのチュートリアルをやってみてください。で中級になったらどうしようかなっていうことで、先ほどはワードプレスのなんか直で直しちゃったんですけど、直で直すとワードプレスバージョンアップしたときに元に戻っちゃうんで、ワードプレスには例えばプラグインっていう機能がありまして、そのプラグイン自身を作ってみる。一番最初はじゃあなんか、星をつけてみるとか、コメントを80文字で切ってみるとか、なんかそんな簡単な機能のプログラミング作るといいんじゃないかなって。で、まあ、先ほどは問い合わせオームだったんですけど、掲示板を作るとなんか、もっとスレッドの状態とかデータの親子関係っていうのが見えてくるかなと。で外部サービスの連携で、ここ多分やりたくて PHP とか始める人多いと思うんですけど、 Twitter ですとか Facebook にまあポストするとか、そこから情報を取ってくるっていうようなのを使うといいかな。で、まあ、ここから行くとちょっと高くなってきますけど、フレームワークとかライブラリ自身のソースコードを読む。でなんかすごい、まあ、できる人が書いてある、ソースなので、すごい勉強になるところがいっぱいあります。なので、まあ、ぜひ、ね、ソースはオープンソースですし、だいたいウェブを見れば載ってるので、ぜひ読んでみましょう。でここら辺上級になると、もう僕が言ってもいいのかな、どうなのかなって感じかもしれないですけど、まあ、実際自分の作ったのをサービス公開してみると。
でなんかそうすると今とか Facebook アプリだとすごいまあアクセスも多かったり、まあひょっとしたらビジネスチャンスにもなると思うんで、とりあえず公開してみようと。でオープンソースアプリの開発で、そうするとここで今日もいっぱいコミュニティとか、企業の方出てますけども、例えばじゃあ通販アプリとか、じゃあメールを、メールマガジンを発行するアプリだとかで公開するとみんなが、Git とかで共同作業で一躍世界的なプログラマーになれるかもしれないので、ぜひ作ったら公開してみてください。でまあフレームワーク作る、でフレームワークのアップデートどうなってますかとか、最近どんなフレームワークですねみたいな話ありますけど、いっそのこと自分で作っちゃえばいいかなって、でだいたいみんなもそういうふうに思うんですけど、なかなか公開できないので、ぜひ今日ここから勉強した人はフレームワークを作ってもらいたいなと思っています。で実際なんかもう本当に先ほども言いましたけど、 PHP のマニュアルが本当に素晴らしいので、ぜひ PHP の開発するときはマニュアルを、ご参照に、開発を行ってください。でなんかすごい早口で言ってたんで、開発する上でのポイント的なのは、これなんか北海道の僕使わしなので東京は人材不足ですみたいな書いてるんですけど、すごいよく聞くフレーズがなんかコミュニケーション能力の高い人希望って言って、で PHP 初心者入門なんですけど、あえてここは多分言いたいなと思って、どうしてもなんかプログラミングの開発とか言うと一人でこうこもりがちだと思うんですけど、 PHP の場合やはりウェブなので、例えばウェブサーバーの知識がないとダメ、プログラミング自身の知識がないとダメってあるんですけど、まあ、やっぱりそれコミュニケーション能力がすごい高いところが、求められてるかなって、でもすごい本当になんかよく聞くんで、そこはなんか留意したいと思ってます。で近くにいるのになんかチャットしたりっていう、なんか すごいなんかそういう状態って結局コミュニケーションうまく進まないところが多いなと思っていて、なんか距離の問題じゃないなって思います。でなんか開発手法もいろいろあるんですけれども、基本的には意思の疎通を、まあ、すごいちゃんとするのがいいんじゃないかなと思って、でお助けのツールどんなものがあるかと、でなんかそうですね、多分、まあ、ここら辺皆さん使われている方と使われてない方といると思うんですけど、あえて初心者セッションということで、まあ、一個ずつ説明させていただくと、サブバージョン、あと GitHub とかですけど、バージョン管理のソフトですね。でどうしても僕とかもそうなんですけども、最初の頃とか例えば個人でやられてる方とか一人で やられてる方って、まあ、サーバーに直接入って Emacs とか VI で直接ファイルを直したりすると思うんですね。で本番環境でそのままアップしちゃったりするんだけど、じゃあなんか一回消しちゃったとか失敗したっていう時に、まあバージョン管理がないとダメで、今日別のところでセッションやれる方はなんかこのサブバージョンとか Git を使わないのはなんか武器を持たずに戦いに行くようなもんだみたいな感じで、比較的でも手ぶらでもいけるかなと思ったんですけど、最近はどのプロジェクトに行ってもバージョン管理は行われていますし、あと GitHub とか公開されている公開リポジトリだと無料でウェブ上にそのリポジトリを持てるので、ぜひなんかそれを使って試してみるといいかなと。で次のゾーンがまあ PHP ユニット、セレニウムで、もうちょっと他にもあるかもしれないですけど、 PHP ユニットっていうのはどっちかっていうとサーバー側の PHP のスクリプトをテストするツールですね。でプログラムを書くようにテストを書くと。でまあ実際のコードとかはまたウェブとかで調べていただきたいんですけど、よくテストファーストですとか最近の開発手法だと言われると思いますけれども、テストコードを書いた上に、新しい修正を加えると。で、じゃあ実際のサーバーにデータを置いておく、でコミットするっていう時にはそのテストを自動的に動かすっていうことがすごい大切になります。でセレニウムの方は逆にその外側からブラウザーを実際に使って皆様テストやると思うんですけども、それを録音できるような機能ですね。だから1回やった、例えばホームの修正が行われたとか、デザインの修正ももう、例えば A ブロックと B ブロックを入れ替えてみた。じゃあそれのテストをどうやるかっていうと、セレニウムで最初実際にクリックしていくと、それが録音されて、まあ後で使い回せると。で録音だけじゃなくてその編集もできるので、簡単なところだと例えば会員登録のフロー、あとは商品購入のフローっていうようなところは、ブラウザーで、テストを行う。でセレニウムはセレニウム2になるともっと自動化も進みまして、ブラウザーが例えば IE と Mac の Firefox と、じゃあ Windows の、Chrome っていうようなのと全部、
一気通貫でテストすることもできるので、そこら辺なんかこれからテストが多分重要になってくるかなと。でテスト自動化すると何がいいかっていうとリリースのスピードが上がります。でリリースのためにユーザーテストを行ったり開発側でテストを行うっていうのは非常に手間が増えてしまうのでなるべく自動化することが必要だと思います。でここら辺はなんかこれからのエンジニアでは、まあ、必須のテクニックになってくるんじゃないかなと思っています。であと次がレッドマイン、トラックバックログとあとキャンディーケインっていうやつもあるんですけど、ここら辺は何かっていうとそうですね、進捗管理といいますか、開発のチケット管理になります。でまあ、今はいろいろな開発手法も出てきて比較的アジャイルですとかスクラムっていう言葉を聞くと思うんですけどなんか自分でまあ管理しきれないところはこういうのを管理してもらうといいかなって。あとピボタルっていうやつもありますね。ピボタルとかちょっと海外のサービスなんですけど最近僕非常に使ってるんですけどなんかあのイメージ的に使いやすいですね。で大体どれも共通してるのはまあストーリーを最初登録して、まあ、ストーリーもしくはじゃあ使用もしくはじゃあ直すチケットを登録してその後にじゃあそれが何パーセント終わったかっていうような進捗管理ができます。でその次はまあまあコミュニケーションツールなんで、まあスカイプ実際使ったりですとか Google Apps 使ったりあとはマイクロソフトのこれ Links って、まあ、電子会議システムなんですけど超便利 でここら辺使ってまあ遠隔地の人とまあやり取りしてみるして、まあ、実際作業を進めるっていうことができます。で、僕うちでもこれ結構使ってて、まあ、Google のだと Google トークとか、まあ、ハングアウトとか最近あって実際顔見たりもできるんですけど、ちょっとこの間なんかあのオーデスクっていうサイトオーデスクって知ってますかね。でオーデスクってなんかあの海外に発注できるサイトなんですけどでなんかすごいそこでできるプログラマーとかを格安でなんか交渉とかできるんですけどやはりそうすると海外なので、まあ、メールでやり取りしたりしてもどうしてもタイムラグも出てくるしでそんな時にやはりスカイプとか Google ハンガートとか使ってコンタクトなんか取ることはあります。でその後ドロップボックス、まあ、あとシュガーシンクあとそうですねマイクロソフトでいけば多分スカイドライブとあると思うんですけどもファイルの共有です。でもう実際ドロップボックスとかすごい使われてると思うんですけども、まあ、とりあえずまあセキュリティはまず注意した方がいいなってドロップボックスとか普通に公開できちゃうんですけど、まあ、デフォルトの設定であればそれはないと思います。でドロップボックス共有して、まあ、なんか無料の枠でまあ使い切っちゃって有料にすればもっともっと便利になってくるんで、そういうドロップボックスを例えば遠隔地にいるデザイナーさんと、まあ、東京のプログラマーとかあとは企画のじゃあ名古屋にいる人とじゃあ東京の開発者とかっていう感じでファイルの共有すごい便利だと思いますんでやってください。ただバージョン管理的なのでいくと前のバージョンに戻したりっていうのはそれほど便利ではないので用途によると思います。だからそれこそ先ほどの、サブバージョン Git っていうことの方でプログラムとか、デザインとか管理して、まあ、じゃあ企画書とかでバージョンあんまり関係ないようなのはドロップボックスとかシュガーシンクとか使おうかなっていうなんか使い分けもいいと思います。でそんなことをいろいろなツールを説明してたんですが、まあ、最強のツール何かっていうとやっぱりなんか普通に連絡はなんか声でやるのがいいんじゃないかなと思います。で、まあ、なんか昔ってなんかあれですよね、メールとか送った後に電話でよくメール届きましたかみたいな確認とか来てて、でなんでそんなことやってんだと思ったら最近僕すぐ電話するようになって自分も年取ったなと思うんですけど、ややこしい話はやっぱ直接話した方がいいなって最近思うようになってます。で、まあ、って言いながらもやっぱりもっと直接なのはまあお客さん先行きましょうということで、なんかね最初の頃 IT 入った頃ってなんかカッコつけて打ち合わせいらねえじゃんみたいなことすごい言ってたんですよね。でも最近はやっぱなんかお客さんとこ行ってなんか何でも聞きますよって感じにしないとうまく回らないのかなみたいなことも思ってます。でまとめでいくとまあなんか PHP の話してたんだかなんだか分かんなくなっちゃったんですけども、使い方本当自由です。で、まあ、簡単なことから自分のことから仕事まで何でも使えます。でフレームワーク何がいいんですか何がいいんですかっていうんですけど、ここは多分恋人選びと一緒なので、まあ、好きな人を選んでください。で合わなかったら別れちゃえばいいなみたいなところあるかと思います。でも結局のところコミュニケーションは大切だと思いますんで、でなんか最後余談なんですけど一応 PHP ハンドブックっていうのを去年ぐらい出しました。今日多分書店にもあるかなと思うんですけど、あんまり売れてないんで買った人はぜひレビュー書いてください。今のところまだ2件なので今書くと漏れなくトップページに出れると思います。じゃあすいません、だからそんな感じで足早に行ったんですけれども、あと質問タイムっていうことで、じゃあ一旦ありがとうございました。今日ご清聴